皆さんこんにちは、小助です。今回はダイハツのトールをお借りしています。ダイハツトールですが、車自体はねトヨタのタンクとかルーミーと同じものになっていて、トヨタのねタンクとかルーミーはこのダイハツトールの OEM 車ということになりますね。作っているのはダイハツで、でこのトールをトヨタのタンクとかルーミーとして売っているという感じになります。なのでねトヨタのタンクルーミーとこのダイハツのトールは全く同じ車ですね。ちょっと見た目が違うぐらいで基本的には同じ車になっています。今回はねこれをたっぷり乗って乗り心地なんかをチェックしてみたいと思います。で今日の目的地なんですが、二風谷ダムというところに行ってみようかなと思っています。まもなく左。この車は 4WD なので NA モデルですね、ターボモデルじゃない1000リッター1リッターの NA エンジンのモデルとなっています。パワーに関しては、ちょっと後で高速乗るのでそこでチェックしたいと思いますが、ちょっとねやっぱりパワーが不安かなという感じがしますよね。最大トルクが 9.90 ニュートンとかかな。で馬力が70馬力ないぐらいだったような気がするので、そのあたりがね気になるところです。でまず乗り心地に関してなんですが、別に悪くはないですよね。そんなにすごく悪いという感じはしないです。ちょっとした段差を乗り越えても、ガツンという感じは今のところね感じません。この60キロぐらいで走っている分には乗り心地そんなに悪いという気はしないですね。結構ねここポコポコしてるんですけど、乗り心地そんな悪くないですよね。でシートもね意外といいです。そんなに大ぶりなシートじゃないんですけど、僕の体がぴったりはまる感じで悪くないですね。静粛性に関してはそんなにいいという感じはないですかね。エンジン音も割と入ってくるし、ロードノイズも入ってくる方だと思います。車のね価格帯を考えると当然かもしれませんが、すごく静かというわけではないです。速度にご注意ください。山道に入りました。やっぱり坂はきついね、 NA エンジンだと。でコーナーなんですが、やっぱりこのコーナー曲がるときに横幅が広いんで安定感はあると思います。あまりこう車がぐらぐら揺れるような印象はないですね。ただハンドルが少し車自体はフラフラしないんですが、ハンドルがねちょっとこう微修正が必要になることがありますね。きついカーブになるとハンドルが軽いのと、あとはねハンドルがこう戻ろうとするんですよね。なので少し安定感が、こういうところでねぐーっとハンドル切ると、安定感ないわけじゃないんですけど、すぐねこうハンドルがスッと結構な勢いで戻ろうとするので、それをねがっちりこう押さえていなきゃいけないというので、多少ねこうハンドルの微調整がコーナーの途中で必要になるかもしれないです。ブレーキがねちょっと重たいのが気になりますね。これで強く回るとピョンってねピョンとハンドル戻っちゃうんで、ブレーキ重たいな。よいしょ。下り坂とかでブレーキ踏むとやっぱ結構重たいですね。僕が今まで乗ってきた車の中で一番ブレーキ重たいです。結構右足に力入れなきゃ止まらない感じはしました。この辺にねアイヌの資料館とかが集まっていると思います。ちょっとねここ立ち寄ってみましょうか。ニブタニコタン行ってみましょう。二風谷コタンにやってきました。ここはね、アイヌの暮らしを見ることができる場所みたいですね。おー、すごい。
ああ、これ知ってるな。まあ、これ多分ですけど、子グマを入れておく場所だったような気がする。いや、わかんないです。嘘かもしれない。して、家。足くね地勢、五番地勢。おお、暗いね。すごい。まあ、こういうところにね、アイヌの人たちは住んでいたんでしょう。よいしょ。ピラトリ町立二部谷アイヌ文化博物館。僕ね、あの博物館行ったことありますよ。結構何回か行ったことがあって。まあ、やっぱりね、北海道に住んでるんで、アイヌ文化はね、勉強しておいて損はないというか。あの、アイヌの文化に興味がある人は、このビラトリ町来たら面白いんじゃないかなという気がします。ヘペレセ。あ、ほら、やっぱり。これ、子熊の檻。子熊の檻のことを、ヘペレセと言います。檻みたいですけど、この中で、養われるみたいですね。義経神社というのがあります。これちょっと寄ってみようかな。まあ、ここもね、さっきの二豚に小田の近くなんですが、ここがね、弁慶神社、弁慶神社じゃないね、義経神社みたいです。いや、かなり雨がひどいですね。かなり雨はひどいですが、お腹が空いたのでウトナイ湖の道の駅に行って何か食べたいと思います。割とね、常に渋滞している、渋滞じゃないね、駐車場がいっぱいの道の駅で、ここは車中泊の人も結構多いです。で、今日はここでね、この道の駅グルメパスポート、これね、9月30日まで、今日29なんでそろそろ終わってしまうので、このね、ジンギスカン焼きそば、これを食べてみたいと思います。じゃあ行きましょう。ホッキも食べたいな。美味しそうです。ジンギスカン焼きそばなんですが、ザンギが入ってますね。それではね、いただこうと思います。まずはザンギからね。うん、美味しい。入ってる肉がジンギスカンですね。すごいジンギスカンの匂いがする。うん、おいしい。ジンギスカンと焼きそばはね、意外と相性がいいですね。おいしそう。生チョコソフトです。うん、おいしい。
甘すぎるということもなくて、さっぱりした甘さ控えめのチョコソフトですね。美味しい。割とミルク感の強いチョコソフトだと思います。今ね、ジンギスカン焼きそば食べてきたところです。まあ、アイス食べてね、ジンギスカン焼きそば食べて、どっちも美味しかったですね。ジンギスカン焼きそばは、まあ、みんなが知っているジンギスカン、みんなが知っている焼きそばの肉をね、ジンギスカンにしたというもので、まあ、ほわっとね、わずかにジンギスカンの香りがするかなという焼きそばでした。まあ、美味しいですよね。生チョコソフトはね、甘さ控えめでミルク感のあるソフトクリームで、まあ、これもね、美味しかったと思います。400円なんで、ちょっと価格は高いかもしれませんが、まあ、美味しいですね。このダイハツトール、タンクだとかルーミーと一緒の車ですが、この車でね、高速道路走ったり、まあ、ちょっとした山道のようなところを走ったりしてみたんですが、この車はね、まあ、とりあえず高速をガンガン飛ばすような車ではないですよね。100キロぐらいまでであれば乗り心地もね、そんなに悪くないですし、直進安定性もね、そんなに悪くないですね。ある程度快適に乗れると思います。少し強めの段差があると、きつめの段差があると、まあ、ガツンという衝撃は来るんですが、まあ、それ以外のね、ちょっと道路を埋めた後とか、そういうところであれば、まあ、ポコポコポコっと、ある程度気持ちよく乗り越えてくれるので、高速走ってもそこそこ快適には乗れるんですが、まあ、でもね、エンジンがね、やっぱ 1000cc の NA エンジンということもあって、ちょっとパワー不足ですね。で、山道に関しても、ブレーキがね、ちょっと重たいのと、なんで下りのね、ブレーキングが若干大変ということと、あとはハンドリング、ハンドルの操作感が軽いというかね、昔パワーステのついてない車に乗ったことがある人ならわかると思うんですが、こうハンドルを回していくと、まあ、結構強い力でハンドル戻されると思うんですよね。こうプルンっていう感じで、まあ、その感覚がねちょっとある。パワーステもちろんついてるんですけど、パワーステない車に似たようなこう反発力みたいなのを感じます。かなりきつめのコーナーが連続であると、まあ、ちょっと疲れるかなという気はします。ただ背の高い車としては横幅が結構あるので安定感はありますよね。なんでコーナーをこう左右にどんどん曲がってもフラフラしたりすることはないですし、グラングランね、車が揺れたりということもないと思います。しかもね、結構乗り心地が固めなので余計ね、こうサスペンションが沈み込んだりっていうことも少なかったですね。ロールは発生するんだけど、そんなに不快な感じではないと、まあ、そんな印象です。で、この車乗ってて感じたのは、とにかく視界がいいですね。視界がいい、周りが見えやすいですね。すごくよく見えるので、これやっぱりね、街中で乗る車ですよね。街中で乗ってこそこの車のいいところが発揮できるかなという感じがするので、これからね、半日ぐらい街中でしっかり乗ってみたいと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。